フィル・エドワーズは、英領ギアナ生まれの陸上選手で、後に医師。アムステルダム、ロサンゼルス、ベルリンとオリンピック3大会の陸上競技種目に、カナダ代表として、連続出場し、5個の銅メダルを獲得した。ニックネームは、ブロンズの男。フィリップ・アーロン・エドワーズは、英領ギアナのジョージタウンに弁護士の子として生まれた。父親に走ることの手ほどきを受け、 中等教育を得ると渡米し、1926年にニューヨーク大学に入学した。アメリカ時代の彼は、学業の傍ら、中距離走で活躍、オリンピック出場を期待される、好成績を残す。しかし、エドワーズにはオリンピックに出場できない事情があった。営業植民地出身の彼には、アメリカ代表となる資格がなく、また、 植民地からはオリンピックに代表を送ることができなかったためである。ところが1927年、カナダ陸上チームのマネージャーをしていたボビー・ロビンソンがエドワーズをカナダに招き、1928年、アムステルダムオリンピックにカナダ代表として出場させることに成功する。この大会でエドワーズは400メートルリレーに出場し、銅メダルを獲得した。 アムステルダムリンゴ、エドワーズは、モントリオールのマギル大学に移り、医学を学びながら、大学のトラック競技チームの一員として活動する。1930年、ボビー・ロビンソンが中心となって、開催にこぎつけた、ブリティッシュ・エンパイア・ゲームズの第一回大会が、オンタリオ州のハミルトンで開催されると、エドワーズも、エイリョ・ギアナの代表として出場した。マギル大学では、 大学陸上チームの首相を1931年から1936年まで務め、6年連続で、マギル大チームをカナダ大学選手権優勝に導いた。1932年ロサンゼルスオリンピックでは800メートル、1500メートル、400メートル、リレーに出場、合計3個の銅メダルを獲得した。 1934年にイギリスのロンドンで開かれた第2回ブリティッシュエンパイアゲームズでは再び英領ギアナ代表として出場し880ヤード層で同大会国人選手としては初となる金メダルを獲得した1936年にはアメリカのジェシー・オーエンスらと共にヒトラー政権下のナチスドイツで開催されたベルリンオリンピックに出場した 黒人選手の一人となった。この大会では800メートルに出場し、銅メダルを受賞している。同年、エドワーズは、マギル大学のメディカルスクールを卒業した。第二次世界大戦中はカナダ陸軍大尉戦後の1945年には、マギル大で医学のディープロマを取得した。その後は、モントリオールのロイヤルビクトリア病院で、熱帯病の専門家として、 国際的な医療チームにも参加し医療活動を行った。1957年には、マギル大学時代のチームメイトだったジム・オロルとともに、東、カリブ海地域の若手アスリートを対象とした、スポーツ開発プロジェクトにも取り組んでいる。1971年、心臓の病気のため没、モントリオールのモンロワイアル墓地に埋葬された。1972年、 カナダ陸上競技連盟はフィル・エイ・エドワーズ記念賞を創設以来この賞はカナダにおいてその年に最も優れた成績を残したトラック競技選手に授与されている大学スポーツでは圧倒的な強さを誇ったがスタートダッシュが良い反面後半でペースダウンする傾向があったベルリンオリンピックでは途中まで首位に立ちながら最後のコーナーを過ぎたところで スピードが落ち、まずアメリカのジョン・ウッド・ラフ、ついでゴール前で、イタリアのマリオランチに抜かれ、3位となった。周囲の人々からの信任が厚く、マギル大学陸上チーム首相のほか、ベルリンオリンピックの際は、カナダチームの首相も務めている。ベルリンからの帰とに、ロンドンに立ち寄った際、エドワーズが黒人であることを理由に、ホテルに宿泊を拒否された際も、 カナダチームの選手たちは、エドワーズと共にいることを選び、そのホテルをキャンセルしたという逸話がある。5個のオリンピック銅メダルを獲得したことにより、エドワーズは、ブロンズの男と呼ばれた。彼以外に、カナダのオリンピック選手で5個以上のメダルを獲得したのは、シンディ・クラッセン、マルク・ガニョン、クララ・ヒューズである。エドワーズは、以下の殿堂及び受賞者一覧に名を連ねている。 ありがとうございます。